韓国の信仰宗教団体、新天地イエス教会は6日、社会福祉協同募金会に寄付した120億ウォンの返還要請が入ったとして、早いうちに寄付所を探し、支援が必要な場所に伝達できるようにすると伝えた。同日、新天地イエス教会側は去る5日午前、 新型コロナウイルス危機克服のため伝達した120億ウォンについて、今日社会福祉協同募金会側から新天地イエス協会に対する国民世論が良くないことに対する負担などの理由で、返還要請が来たと明らかにした。先だって、キョン,ヨンジンテグ市長はこの日午前、今、 新天地イエス協会がすべきことは金銭を出すことではなく、政府や手口の貿易対策に積極的に協力することだと述べ、寄付金の受け取り拒否の意向を示した。その後、新天地イエス協会の寄付金返還をめぐり内部協議中だった共同募金会側も120億ウォンについて受け入れがたいとして、返還を決定してこれを知らせてきたというの、 新天地イエス協会側の説明だ。新天地イエス協会側は、早いうちに寄付所を探し、支援が必要な場所に伝達できるようにすると述べた。